こんにちは。シミスの中村武史です。辻春人です。一発目からボケていただいて。ですね、6月放送が、スーパーライトリングタッグを使った、スーパージープリングから、そうですね。140m とかやったじゃないですか。で、前回7月が、スーパーシャローですね。なんと1桁。6、7m の釣りをやりました。で、今回はですね、日中ですね、あまりこう、真面目じゃない、時間帯の、ミディアムレンジかな、スーパーライトで言うと、まあ、30メーター、40メーターラインが多いと思うんですけど、そういったところの釣りをお伝えしていきたいと思います。じゃあやりましょう。頑張りましょう。はい、さあ、おっ、やりましょう。きたー。よく引きをね、やっぱり餌食ってるからね。おっしゃった。めっちゃ叩くよ。やったぜ。やりました。このね、直線上なんだ。ある程度ね。だから 2L 投げるには 2L か L ですね。 30g の大振りです。はい、はい、全く色かぶっちゃったなんで気が合うねこれ僕も 30g の大振りのグローゼブラですね。はい、で格も一緒ですね。僕も 2L です。全く一緒です、はい、さあやってみましょう。はい、頑張ります。先月か。先月ですね。先月もこれやったけど、このね、直線上なんだ。この直線上で釣ってんだ。なんで前回と前々回の中間地点にいるような形ですね。そうそうそう、はい、15m から 25m ぐらいの水深になって、ベイト反応とかね、鳥反応があんまり表層に出てない時の釣り方は、やっぱりあのボトム取ります、一旦。で、そっからボトムを何回か叩いて上げてくるか、もしくはボトムを1回だけ取って上げてくるかっていうのが非常に大事なんです、実は。これ何でかっていうとですね、僕今進行方向に投げてます。で、進行方向に投げると寄ってってるんで、あんまりそこ取っててもね、軸が移動してないんですね。逆に引っ張る方向に投げた時っていうのは、何回もそこ取ることによってあのポイントが変わってきますから、そこのボトムフィッシュ、ボトムにエリアの釣りをしたいならば、引っ張っていく方向の方が、まあ、効率よくそこは攻められますよね。ところが根掛かりとの戦いにもなります。ここのエリアは特にポコンとした背があるんでね、そのリスクを考えて進んでいく方向に投げて1回だけそこを取って、でそこから、じわじわゆっくり上げてくるような釣りを展開すると根掛かりは減ります。そうやってあの船の進行方向、船の流れ方をちゃんと頭の中に入れて、どういう泳走を効率よく攻めるかって考えていくのが、こういう浅いエリアのスーパーライトジギングの楽しみ方でもありますよね。よっしゃー、お、確定ヒットです。十中八九カサゴ。ちょっと底取りをね、まあ、日中のあのバズメじゃない時間帯の、ミディアムレンジのジギングを展開しておりますが、あーごめんなさい、間違えました、赤旗でした。はい、ウォーブリンの 30g ゼブラですね。おしゃっと。さあこれは、おお、釣ってはいけないものを釣ってしまいました。赤エソくんです。今から釣ったことある魚種を釣ったら罰ゲーム。同じ魚種を釣ってしまったら絶対ジグ変えないかと。おっと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 。辻君の真似をしてしまいました。強制的に私はジグの殻を変えます。今度はウォーブリンの 30g ですけども、ピンクシルバーエッジぐらいだな。おっと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 っ
赤旗です。今度は違う。おかしいでした。あ、出た出た、よっしゃやったやった。多分ひらやと思うこれ。おお上でね、鳥山でボイルが出てたんですよ。でハマチのはずなんですけど、こいつが混ざってましたね。ヒラスズキセリーブラッドのね、LL90S シンキングですね。この間からね、スーパーライトジギングにね、持っていくんですよ。上でボイルが出たり、油が出たりするときにめっちゃええんですよ、これ。はい、お、来た。そこの方ポールで持ってきましたよ。めっちゃ叩くぜ、めっちゃ叩くよ。おお、よし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 、よいしょ、 OK、 やったぜ。ちょっと塩が濁ってるんでね、ゴールド系どうかなと思ったら着底しないぐらいでですね、もういきなりひったくってきました。ポールバイトでした。やりました。あ、中村さん、はい、HSJ の SSL シリーズ、うん、つまりあのスミスのスーパーライトジングロフトなんですけれども、うん、どんなコンセプトでこう作っていったんですか？ L が多いほど柔らかくなっていく、はいはいはい、だから 3L が一番柔らかいんですよ、はい、で 2L はもうベーシックモデル、はい、一番この辺って結構投げることが多いんで 30g ぐらい、それにすごくマッチした竿になってますね、はい、でやっぱりさ、極限まで柔らかいものが欲しいな。極みですね。そうそう、それが 3L なんですね、はい、本当にもっと浅いところで 14g とか、はいはいはい、そんなん使うのにも最初作ったんですよ、はい、ところがこれをディープでやったらめちゃめちゃ面白い、はい、それ面白いんですよ、僕も知ってます。実はこれで 160g とか全然しゃくれないです。 いけちゃいますね。どっちかって言ったら 2L が投げる方、はい、バーチカルにするのに 3L、はい、浅い方深い方みたいな逆バージョンになっちゃってますね、はい、で昨年から L というシリーズ、はい、もう一つ硬いやつですね、これが追加されたシリーズです。追加されたんです、はい、これは 50g、60g をぶん投げるやつ。おお、頼もしい。そうで、青物が、かなり混じるところとか、ね、はいはいはい、あの稲田とかそういったサイズ、ハマチとか、はいはい、あんなのをがバンバンヒットしてくるとこだったら、まあ、こっちの方がかなり安心かな。そうですね、うん、そんなわけで、この3サイズをぜひ3本とも買って使い分けしてください。僕必ずこれサミングって言って指でこう押さえてるんですね。で、まあ、出したり止めたりとかしてるんです。もうこれであのこれがボトムつきました、ベール返しました、糸揃えました、こうやってやってると根がかりちゃうんですね。だからボトムにジタッとこうやるんですよ。そうすると根がかりしにくいですね。おっ、そう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 、おおおお、それもまたこれタイかな、またわーいわーい、よーよー、あとこれわーい、あー、ましょう、よっしゃ、来た来た来た、青もや青もや、土手っ腹入った。はい、お腹にかかってた。めっちゃ引きました。よく引けよね、やっぱエサ食ってるからね。ハマチというか稲田ですね。大ぶり 24g 土手っ腹1本。羽があるんだね、今なってますね。大ぶり来たやないですか。叩きますよ、めちゃめちゃ。あ、違う、違うか、赤笹のハメラです。出た、笹のハメラ。これ実はあの外洋製の笹のハベラなんです。だから湾内にはいないんですよ、これ。というわけでここはですね、黒潮が当たるような外湾の海域なのでこれがいる証拠なんですね。タキ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 。うわー、しまった。同じ魚を釣ってしまいました。そうでしたね。ジグ変えましょう。はい、ガッシー君です。これほら目が出てないでしょ。この水深だったら、ちゃんと帰ってきますからね。はい。ういピューいった。さあ今度はクラッシュピンクゼブラですね。ジグの重さは何グラムぐらいを使えばいいですかっていう質問はよくされますけども、先月放送みたいな、浅いところで決してそこを取りたくないような釣りに、なおかつポールを混ぜたい釣りだったら軽くすべきなんですよね。今やってる釣りは、水深15から25ぐらいで、
ベイト反応が上ずってないからそこを取りたい。でもそこを確実に取れる重さじゃないと根掛かり多発しちゃうんですよ。だからそういった場合は、確実にそこを取れる重さですよね、はいはいはい、ジグって大きければ大きいほど波動が出るんで魚に発見されやすいんですね。だからそこのあたりもあります。わざと重くする場合もあります。あーよっしゃしゃめっちゃ口開けてるしあでもお腹ポンポンだよね。本当ですね。やっぱねこの赤旗はねまだまだ大きくなるんでね。はい、逃がしてあげますね。まあ今はウォンブに使ってるんでふわっと持ち上げるだけでこうブルブルってしてくれるんですよね。その後にこうスッとポール入れるとバックスライドするんでそれで誘ってるような感じですね。はい、おっしゃった。よし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 、今のがフォールバイトですね。お、何時だった？カサゴです。はい、カラーチェンジですね。よし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 、あれもう釣れちゃってるんですか？これ、チアエソって言って中村さん、なんとこれは大きいエソなのでセーフです。やったよっしゃー、およっしゃー、ポールで結構上できた。よっしゃ、まあまあいいやってるぞこれ。あー、外れたよ。急いでやったら今のな。よっしゃ、うりゃ、お赤旗です。方で方ですね、やりました。ウォブリンのチェンジカラー全て終えましたのでメタルフォーカスに移行します。水槽の中へと、よっしゃ、来た、またよし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 、来たかな、叩いてるよあれ静かになった、そう。今日僕これ何匹釣ったかな。カサゴでした。お疲れ様でした。暑い暑いですね。はい、実はですね、はい、今回も朝まずめだけでめっちゃ釣れてしまったんで、はい、2回に分けた、分けましたね、はい、今回は2回目ということで、はい、ボトムを取る釣りの方をちょっとやってみようってことやったけど、はい、そうですね、いかがでした？まあ、日が昇ってからでも、うん、コンスタントに当たりがあって楽しかったですね。そうですね。でもボトム取るとね、はい、まあ寝魚がまあ釣れる、多分いっぱいカットになってる、ね、若旗とカサゴがねもう山ほど釣れますから。もう何個ジグチェンジしたかそう、ほぼ使ったからねほぼ使いました、はい、だからねやっぱりリリースしてほしいですね。そうですね、5年6年前と比べたらやっぱり赤旗カサゴもね減ってきてると思う、釣れてるけど。あ、そんなイメージありますか？うん、はい、ある。だからだってほら他にイサキがでタイだっていっぱい釣れてるやん。うそうですね、うん、寝魚系はなるべく、まあ、いい方とか傷んだやつを持って帰りまして、はい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 、そうじゃないやつはぜひリレースしてあげると、スーパーライト浅いところで釣るんでね、はい、すっと逃げていくんで、そうですね、してあげたいですね、まあ、資源保護のために。そうですね、そんなわけで、ワンステップさん、はい、もう多分オンエアされてる頃はマックス釣れてる時期なんで最盛期でしょうね。そうですぜひですねスミスのタックルを持ってですねあげてください。よろしくお願いいたします。じゃあまた、楽しい釣りをお伝えしたいと思います。さようなら。さようなら。